ます。シャドバ、シャドバ、シャドバ。やろうよ、やってないって。やろうよ。え、すごい。え、なんなのこれ。インスタライブ中に質問とかできんの？どういうこと？ちょっと押してもいい？髪色教えてほしいですっていう。え、すごい、これみんな見えてんの？このか、え、ちょっと一回やってもいい？打っていい？髪色教えてほしいです。え、なってる？あ、待って待って待って、変なことになった。え、すごいすごいすごい、質問が来た、質問が来た。え、今初めて知ったんだけど。え、私もわからんって答えたけど、これどうなってんの、みんなの携帯では。見えてるよ。え、知らんかった、みんな知ってたん。見えてるって、見えてるってっていうか、まあそうなんや。すごいね、コメントだけじゃなくてそんなのが見れる。もう全然、なんか、カレンダーイベントあるよ。やるよ。あの、カレンダーイベントやるんですけど、一応みんなもさ、こう今コロナとか流行ってるからさ、新型ウイルスね、流行ってるから、まあ皆さん、あの、マスクとか着用でお願いいたします。来てくれる人は。よろしくお願いいたします。YouTube やるんご？ YouTube で、YouTube でっていうか、どうしてもやりたいって思う、撮りたい動画があるの。めっちゃ撮りたい。これ絶対いいじゃん。これ絶対面白いって思うやつがあってさ、それを撮りたいのよ。で、それ、まあそれをやりたいのは、すずとやりたくて、妹と。そうで、それをやったら、はい、あ、ありがとうございます。何これ、お弁当、お弁当が、え、すごい、なんでなんで、めっちゃ、なんで今日のお弁当なんかお寿司なんだけど、チラシ寿司、え、今日めでたい日、見て、チラシ寿司だった。今日のお弁当、いつもはね結構普通のお弁当なのに、今日はチラシ寿司だったよ。でも、あ、あー、ごめん。裏壁なのに壁映しちゃった。あー、ごめん、もう一回言っちゃった。そう、まあ、お弁当は置いといて。え、だからそれをさ、YouTube に撮って面白く編集してみんなに見てもらいたい。だから YouTube やりたいなと思って。なんか、メイク配信とかじゃなくて。そう、メイクとかもね、その、私のこんな、本当にもう最近どんどんメイク早くなって、20分とかで、2、30分で髪の毛も終わるのよ。髪の毛入れてから、髪の毛も、こうやっても。あ、見始めた。スタイリストさんが見始めました、後ろで。そう、だからそういうのもたまにやってほしいって言ってくれる人もいるけど、私、まあ、私それをやってもいいかなとも思うんですけど、じゃなくて、鈴とあることをしたくて、もう絶対面白いと思う。なんならお母さんも出てほしい、私の。まあお母さん一回すずちゃんのインスタライブに出てるから多分出てくれると思う。そう、みんな YouTube やってるじゃん。結構芸能人の人、前は芸能人の人、芸能人っていうかテレビに出てる人たちをあんまりやってなかったけどさ、今はさ、みんなさ、こう自分のチャンネル作って、テレビってなんかこう、なんだろうな。なんか、あれじゃん。こっちからの配信ではないじゃん。だから、一人でこっちからみんなに話すっていうか、もう、私が見てほしいと思ったやつを、どうしてもみんなに見てほしくて、やってみたいなって思ってます。見てくれんのかな？やってなんか、チャンネル登録数、30人とかやったら、超恥ずいから。うん。やった時はみんな登録してね、ちゃんと。最近知ったのよ、登録の仕方。YouTube の私。私登録してる人2人ぐらいいるんだけど、可愛い女の子。チャンネル登録するって押したらすぐ登録できるのね。すごいね、今時は。
見ます、登録します、お願いします。あ、じゃあちょっと質問あるから。うえ、すごいね、この間にも質問がいっぱい。恋愛対象は何歳から何歳ですか？何歳から？むずー。何歳からとか、何歳、私が今27だから。でもね、私よりも賢い人がいいな。自分よりもバカな人は多分、もうなんか若い時は自分よりバカでもなんかさ、いいじゃん、若いから。バカでもさ、バカでもっていうか、その何、世間知らず、世間知らずっていうか、なんか常識がないとかそういうバカは嫌だけど、あの知識のバカは全然良かったけど、でももう大人だから知らないこと知ってる人がいいよね。だから年齢っていうか、私よりも賢い人いっぱいいるんじゃないとか言われてはいっぱいいるんじゃないって、は、ほぼ全員やってきてます。え、ほぼ全員や、ほぼ全員や何がほぼ全員や私結構賢いよ。あ、ありがとうございます、ありがとうございますあ、花粉早いね。あ、花粉早いねじゃない。花粉症すごい。花粉すごいね。え、ご飯作れる彼氏かっこいいと思いますか？めっちゃいいよ。ご飯は作れた方が絶対いい。絶対いい。絶対いいから。絶対ご飯作れた方がいい。帰って、あ、疲れたな。お腹空いたけど自分でご飯作るのめんどくさいな。よし、もう牛丼買っていこうってなっちゃうから、お家帰って、ご飯作って待ってるよだったら、もうすぐ帰るねってなるよ。多分。男の人で一緒、男の人と一緒で女の人も胃袋をつかまれたら、もう離れられないと思います。ドバイ行ったことない。NMB メンバーに最近誰と会いましたか？リポポ。シンガポール行ったことある。こんにちは、こんにちは。あ、今見てる人見るのね。こんにちは。鼻声じゃないよ、別に。いつも通りの声ですよ。私がね、最近読んでる本教えてあげる、みんなに。あの見てる人に言うのもなんですけど、特に何の意味も何の知識も得られないインスタライブなので、あの流し見ぐらいがちょうどいいかもしれません。私が最近読んでる本、これメディウム知ってる？これブランチで知ってさ、私もなんかね、すごいよ。結構1ヶ月ぐらい前に買ったんだけど、先週のブランチでも1位だった。まだこれがでね、結構分厚くて、もうすぐ舞台始まるからさ、なんか舞台の台本とか舞台の漫画とかを読みながら、これも同時進行で読んでるんですけど、面白いね。結構あのもう200ページ読んでる。もうっていつからやねんって話やけど、あのね、読み始めたら結構スラスラ読んじゃって、次が気になる。いつ発売したんだろう。2019年の9月10日。え、すごくない？9月10日に発売して先週1位ですよ、まだ。すごいですよ。すごいよ。この本すごいよ。1、2、3? 3ヶ月。3ヶ月経ってもまた1位になるっていう。すごいよ。後ろに書いてる、あれ読むね。推理作家として難事件を解決してきた香月史郎は、心に傷を負った女性、城塚翡翠と出会う。彼女は霊媒であり、死者の言葉を伝えることができる。しかしそこに証拠能力はなく、光月は霊視と論理の力を組み合わせながら事件に立ち向かわなくてはいけない。一方、巷では姿なき連続殺人鬼が人々を脅かしていた。一切の証拠を残さない殺人鬼を追い詰めることができるとすれば、それは翡翠の力のみだが、殺人鬼の待てば、魔性の魔にて、魔衆は、密かに彼女へと追っていた、という、こういう感じの本でございます。本読み書店、本読み
本読み書店員さん、何本読み書店員さんって、本読み書店員さん大絶叫って書いてるよ、ブラボーって書いてる面白いよ、うおーとかやられたとか。だから本屋さんで働いてる本を好きな人たちも面白いって言ってる感じだから、きっと面白いんだと思う。私も最後まで読みたーい。全部読むね。続編とかない、どうなんだろうね。あ、まーちゃんじゃん、まーちゃん、え、まーちゃんだよね、まーちゃん、私の中学からのお友達、まーちゃん元気にしてる、まーちゃん袋、あ、袋じゃない、服、前後ろ逆ですよ。これこういう服なの、さっきも言われたマネージャーさんに、こういう服なので、これ読んでるんですけど、もう一個はね、知ってる、みんな4月3日から5月何日まで舞台があるよ。どこ行った本は、その本も持ってるの、私見ても最近こんなに大きいカバン持ち歩いてますやばい、漫画がない、どこ漫画、あれ持ってきたのに、カバンの中のベタベタ、あったあった、これこれこれ、日だまりの木、新日だまりの木っていう手塚治虫さんの舞台をするので、今台本も来てるんですけど、漫画も同時進行で読んでいます。そう、私の誕生日から始まるの、みんな見に来て、東京の池袋にある東京建物ブリリアンホールっていうすっごい大きいところ、めっちゃ綺麗よ、まだ最近建てられたところだから、めっちゃ綺麗なところでやるの、見に来てね、みんな。大阪と名古屋と熊本と福岡にも行きます、頑張る。ちょっとこの日だまりの木のなんていうの、番宣っていうのので、テレビの収録とかロケも行ってるので、またそれもお知らせします。そう、そこで私の大好きなヘアスプレーもやるの、ヘアスプレーも見たい。私たちがこの日だまりの木が終わった後に、渡辺直美さん主演でヘアスプレーの舞台もそこでするよ、見に行く、絶対見に行く、もう3回ぐらい見に行きたい。あ、そう、私が出るやつはこの日だまりの木っていう手塚治虫さんの舞台でーす。私はお関っていう寺の住職の娘を演じるんですけど、まあいろんなことが起きるんですよ、これがまた、キャー、見てね、見に来てね、話止まらないんだ、すごいとか言って、めっちゃおしゃべりみたいな書き方するじゃん、そうなのよ。あ、イグジットさんのブランド展示会どうだった？そう、会えたよ、イグジットさんと、久しぶりに。めっちゃなんかもう本当にポンポンって感じの服が多くてっていうか、本当に普段イグジットさんがあのテレビとかで着てるような服が多いけど、でも女の子がちょっとブカブカに着た可愛いんじゃないみたいなトレーナーとか、あと、あーなんだっけ名前を調べたんだけど、バケットハット、バケットハット。ありますね、帽子。こうですよね。こう、そう。こういう帽子あるじゃん、こういう。こういうやつ、こういうやつ、こういうやつ、こういうやつ。こういう帽子。バケットハットって言うんだけど、それを買った。ポンポンって感じ。イグジットと、なんていうの？付き合っとるの。声にせよ、じゃなくて。付き合ってないです。そう、よくね、なんか、山田さんは芸人さん、まあ私芸人さんと一緒にお仕事させてもらうことが多いから、あのなんか付き合ってるんですかってコメントとかね、 DM とか届くんですけど、本当に付き合ってないですから、皆さん心配しないでください本当によくね言われるんですよ。しかもなんかアンチとかじゃなくて、なんかこうお付き合いされてるんですかみたいな感じの聞き方、ちょっとお上品な聞き方をしてくれて、あのなんかお前みたいなやつがみたいな、あの妄想とかじゃなくて、そういう感じで聞いてくれるんですけど、全くないです。ありがとう、みんな、みんなありがとうございます。
そう、私なんて言ったって吉本だからね。あ、でもファンの人が、ななちゃんと芸人さんなら嬉しいですだって。芸人さんと付き合っててもいいけどねってそうなんだ。なんかこういう話しないからね普段。まあまあでもそうやって言ってくれるのも嬉しいな。とにかく舞台見に来る人はこれ本読んでた方が面白いかもしれない。